三河国は、かつて日本の地方行政区分だった、両政国の一つ、東海道に属する。三の大技を用いて、三河国とも表記する。現在の愛知県東半部。六十四州名所図へ、宝来寺山岩尾、古事記には、三河と表記され、七世紀の出土木簡にもみな、三河国と記されている。律令制平常系までは、三河と表記。 長岡教以後は三河と表記したことが木簡から判明している。また、万葉集には三河は水がとも当て替えられている。三河の国号の由来は元来不明である。山崎安西は最優気候の中で三河フードキーツ文と称して三大河説を唱える。さらに、江戸中期の三河国に要末で、序文の著者である小笠原基長と大田白雪が、 この三大画説を補強する。古事記伝や東海道名所図絵にも引用されていく。諸国名義公、西藤彦マロにも引用されているが、三大画説に義義を唱え、大川を称え大川という辞説を載せている。尾張藩士の岡田系による、三河国語起源三河国前図天保八年や、渡辺聖光三河氏にも引用される。他にも、江戸末期に、 豊橋の旗の幸男が、鴨の神のお川という説を唱えたが、支持されるに至っていない。矢作川は、古代から矢作川と呼ばれており、お川と呼ばれていた事実はない。鴨は、鴨軍のことで、矢作川の上流にあたり、鴨の神に絡めたものである。六百四十五年、南馬宮で行われた、大火の改新後に北国像と三河国像の支配領域を合わせて成立したと、 考えられている。三河国が確実に存在したのは、律令制の成立以後である。これに対し保国に関しては7世紀後半に、石上遺跡から、三河国保表と記載された木管が出土しており、本が三河の一集落であると読み取れることから存在を否定する説もある。また保国像は、偽書説のある、仙台旧児本義にしか登場しないとする意見もある。 しかし、そもそもほとんどの国の宮津湖は、旧字本儀にしか名称が見られず、近年は、旧字本儀の資料性を認める意見を、数多くあり、また東三河地域に、古墳時代前期から後期にかけての大型古墳が、造営されたこと、国造法塞者が存在することから、保国像の実在を訴える説もある。なお保国像の本拠は、保育園である。 西三河に該当する三河国像の本拠は、双子古墳のある、カノ川流域遺跡群と推定されている。石上遺跡から出土した木管に、桜井くん、長翼不治下と記載された、地方国史を想定するものがある。また、三河国内では、古代の木管は、安城市の家川遺跡、上京海遺跡、創作遺跡など、いわゆるカノ川流域遺跡群にのみ出土しており、 天平森源クレブソク国、三米通浮日玉物など、天平という年号、クレブソク国という古代豪族の人名、米の受け取りに関する文書など、文字文明の早くからの普及が確認できるなど、何らかの古代の漢画があった可能性が高い。西三河を南流する矢半川中流岸に立地する北のハイジアとは、アスカ時代の創建と考えられる、三河最古の寺院跡であり、 南大門、中門、等近道、高道が一直線に並ぶ、いわゆる四天王寺式伽蘭配置で造営された。とう、土器類の他栓物、鶏型垂れ飾りといった遊品が出土しており、伽蘭規模の面から見ても、三河国造のような塔地方の有力な豪族による造営が想定される。また、死のつく地名が、その国の中心地と想定され、大司教、 古市と地人と記載された、牧所土地出土など、安城市のカノリガー流域にある。地方の行政区画である軍は、豪族の支配領域が踏襲されて、壁階、鴨物、ぬかた、はず、宝洋、八名、厚みの七軍であったが、後に、設楽軍が宝洋軍から分立して八軍となった。各地に万居する豪族のうちでも、古墳時代を通じて、 大和政権と強い関係を持った国の宮津湖から優先的に軍事に任命された。三河国府後白鳥遺跡。草原寺境内、手前の空間地に成長が位置した。国府の遺構は、豊川市白鳥町上、小中、下小中で見つかっている。創者があることや、おとどの地名から推定され、1991年から1997年にかけて、 創者周辺の発掘調査が行われた結果、建物跡が見つかっている。加えて、国ク,クリアの牧書土器が出土したことから、成長と確認された。1999年3月には、豊川市八幡町で、長さ100メートル以上、福音22メートルの小石を敷き詰めて舗装した大道が発見されており、国府と国分寺をつなぐ道路以降と見られている。 三河国分寺三河国分山寺と演技式内社総者、一宮以下、愛知県市等を参考に、中世の時点で確実に存在したと考えられる、寺院の内主なものを列挙する。上級の乱後に、三河守護に任命された、足利義氏が、矢作東宿に守護所を設置したと推定されている。矢作東宿には、ぬかた軍港文書も設置された。暗黒寺、 李想堂の所在地は以下の通り、隣国との境界線はいずれも境川である。詳しくは境川及び境川を参照。東海道名所図へより境川三園、境川。古くは三河といえば西三河が指された。三河物語においても西三河を単に三河と言い,い、牛久保、吉田辺りを特段に指定する場合。 東三河と呼称している。幕末に編纂された徳川三木において初めて西三河という呼称が登場する。この頃になってようやく三河国を東西に分割して西三河、東三河と呼称するようになったと思われる。現在は旧浅日町の一部を除く岡崎市、豊田市、刈谷市、地竜市、安城市、北南市、高浜市、西尾市、三好市、 高田町が西三河に属し、豊橋市、豊川市、釜郡市、新城市、田原市、下良町、豊根村、東栄町が東三河に属している。該当地域の面積は3468.23平方キロメートル、平成22年国勢調査人口は232万9609人。三河国には大半はなく、旗本領、自社領、 幕府直轄量も多かった。鎌倉幕府室町幕府戦国大名、豊臣政権の大名、ありがとうございます。